お、やっこじゃん。え、そんなこと言われたって。森さん、白子とお話できるんですか？いや、ブーとしか聞こえなくて困ってたところ。そうですか。白子は退屈しているようです。遊んであげてはどうですか？どんな遊びならできるの？一番簡単なのは追いかけっこですね。追いかけるにしても追いかけられるにしても勝ち目なくない？白子は賢いのでちゃんと手加減してくれます。へえ、すごい。では走ってみてください。おお、遊ぼうぜ白子。追いつけるものなら追いついてみな。地点から微動だにしていない。賢いんですが、すごく人見知りでもあるんです。白子、この人と遊ぶんだよ。いい？これで大丈夫です。じゃあ気を取り直して遊ぼうぜ白子。追いつけるものなら追いついてみな。孤独のランナウェイ。相変わらずスタート地点から微動だにしていない。私嫌われてない？そもそも逃げられずに話しかけられてたじゃないですか。それはある程度は心を開いてくれてるってことなの？はい。見知らぬ人が寄ってくると警戒してその場からいなくなります。なんでそんなイケズなの？遊ぼうよ白子。ごちょごちょごちょ。今です。やった、追いかけっこが成立している。感動。いや、遊んだ遊んだ。楽しかったね白子。こんな一気に仲良くなるなんて本当にすごいです。かやもりさん、葵の今ですのおかげだよ。どういたしまして。お風呂に行こうと思ったら葵と白子がいる。あ、かやもりさん、ちょうど白子とお風呂に入るんです。一緒にどうですか？すごいね、お風呂まで一緒なんだ。近くで見るとでかいね。そうですね、立派な大人ですから。私も洗うの手伝うよ。ありがとうございます。筋肉も硬い。白子も日々鍛えてますから。では流します。水を払うのも大迫力だ。これからもよろしくな白子。